韓国の航空では、大韓民国において発着している国内、国際線の航空交通網について記述する。大海航空とアシアナ航空のエアバス A380、大韓航空は韓国最大の航空会社で、1988年までは国内で唯一の航空事業者であった。第2位の規模となる航空会社はアシアナ航空であり、 両者は強烈なライバルとして、運航機材、運航路線ともに激戦を繰り広げ続けている。このほか、近年、エアプサン、チェジュ航空、ジンエアーなど、中小の格安航空会社が台頭してきている。国内線は、国土が小さいにもかかわらず発達しており、ソウルチェジュ間の路線は、世界でも有数の輸送量である。ソウル富山の流動も大きかったが、 近年は新たに開業した韓国高速鉄道へ旅客の多くが転移したものとみられる。国際線はインチョン国際空港から世界各地への路線が展開しており、日本や中国との間の路線がよく発達している。空港は国内に9カ所があるほか、軍民共用の飛行場もある。ソウル都市圏にある空港としてはインチョン国際空港が国内最大、世界でも 有数の規模を有しており、韓国に発着する国際線の拠点となっている。日本、中国の地方都市との間の路線が充実しており、インチョン国際空港を経由して、日本から海外へ出国する流れが見られることなどから、東アジアのハブ空港としての地位を奪われているという議論がなされることがある。また、より、ソウルの都心部に近い金浦国際空港は、 国内線を中心とした路線を有しているが、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、上海公共国際空港への国際路線もある。ありがとうございます。